こんにちは。私はよくこの動画でこちらの100円ショップセリアさんの刺し子用ミニ花布巾生地、こちらを使ってこういうミニ布巾を作っていく動画を紹介しているんですけれども、セリアのその刺し子布巾が全部で10種類あります。で、一応一通り10種類全部の刺し方を紹介したことがあります。10種類紹介しますという動画の一つ動画があるんですけれども、その概要欄のところにそれぞれのリンクを貼っていますので、なんか気になる刺し方があるなと思ったらその動画を見ていただければいいなと思っています。で、一通り10種類全部刺し終わったので、今は少しずつちょっとアレンジをしたり何かできないかなって考えているところなんですけれども、以前こちらの井戸枠を使ってこのマーガレットにアレンジする方法を紹介したんですね。で、その動画のコメント欄で正外派の刺し方、正外派のアレンジもあったら教えてくださいっていう風にコメントいただいていて、結構長いことちょっとこの正外派のアレンジについて考えていたんですよね。というのも、まあ、セリアさんにこの刺し子付近買いに行ったことある方だったら遭遇する場面があったかもしれないんですけれども、なんかですね、結構この井戸枠と正外派が売れ残ってることが結構多いんですよね。私もちょこちょこセリアさんにチェックしに行って、まあ、特に私はこの十字花刺しが好きなので、十字花刺しを買いに行ったつもりが、全然十字花刺しなくて、この井戸枠と正外派ばっかり売れ残っているっていう現象がよくあったんですよ。で、この話をね、YouTube とかインスタとかですると結構皆さんが、私も正外派いつも残ってますっていうふうに言ってくださったので、結構正外派が、残ってるのがあるあるなんじゃないのかなと思って、ちょっと正外派のアレンジを考えていたところ、ちょっとようやくできたかなというところだったので、今日はそれを紹介していきたいと思います。ちなみにこの正解派王道で刺したのがこちらで、まあ、アレンジというほどでもないんですけれども、これのアレンジとしてちょっとこの3本で刺していくやり方をちょっとやってみました。私としてはちょっとこう北欧風のアレンジのイメージでちょっとやってみたんですけれども、どうですかね、北欧風に見えるかな、ちょっと微妙なところなんですけれども、今日はそのこちらの、正外派のアレンジ、ちょっと北欧風のやつを紹介していきたいと思います。このように布巾に仕立てたものを用意してください。布巾の仕立て方は概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はそちらをご覧ください。と、それで、セリアのこの刺し子付近なんですけれども、ほとんどがですね、この外枠と中の模様との間に少しちょっとこんな感じで空白があるんですよね。で、私ちょっとね、この空白が気になるので、いつもちょっとこう線を描き足して模様がこの外枠ギリギリに来るようにしているんですけれども、ちょっと今回の模様はカーブがかかっている模様になるので、こっちの中の模様を描き足すのがちょっと難しいかなというふうに思いますので、今回は外枠線をこの模様のギリギリまで内側にちょっと寄せるような感じで描き直そうかなと思います。ちょっと一旦、外枠線を定規でちょっと移動させます。このように外枠線を少し内側に寄せてきました。で、これから刺していくんですけれども、今回使う糸は、湯沢屋さんの刺し子糸の120番黒色のものを使っていきたいと思います。で、まずは外枠をぐるっと一周刺していきたいと思います。で、新しく線を引いたので外枠のラインが点線じゃなくて実線になってしまったんですけれども、どんな針目で刺せばいいかというと、私はいつもこのもともとあった針目のリズムに合わせて刺していこうと思うんですけれども、ちょうどちょっとこの内側に寄せた時のバランスとして、もともとあった点線と点線の間ぐらい、点線と点線と間、点と点の間ですね。こっちの左の、もともとあった点線のリズムを見ながら、チク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 と刺していくとバランスがいいかなと思いますので、
このリズムで刺していきたいと思います。そしたら外枠をぐるっと一周刺していきたいと思います。まずここを初めの3目を重ねていきたいと思います。ちょっとここの3つ目から少し離れた位置から針を入れて、布と布の間に針を進めて、ちょっと小さく3目重ねていきます。こちらの刺し始めの3目重ねてやっていく方法は別の動画で詳しく説明していますので、気になる方はそちらをご覧ください。そしたらこの上の点線のリズムを見ながら、ちょうど点と点の間ぐらいに針目が来るようにバランスよく、ちょっと外枠をぐるっと一周刺し進めていきたいと思います。このように外枠をぐるっと一周刺すことができました。それでは中の模様に入っていきたいと思います。で、今回使うセリアの刺し子付近の正外波、こちらは小さい波と大きい波と、この2本の波でできている正外波になるんですけれども、この小さい波と大きい波の間に中くらいのサイズの波を付け足すことで3本の波模様にしていきたいと思っています。ではまず最初の段階なんですけれども、以前私が動画でセリアの刺し子付近正外波の刺し方っていう動画で紹介しているのと同じになるんですが、まず最初は小さい波から刺していこうと思っています。そしたら今ちょうどこの外枠のところで糸がありますので、ちょっとこのまま糸を使っていこうと思います。外枠の終わりのところに針を入れて、布と布の間を通ってこの小さい波の始めのところに針を出していきたいと思いますですね。そしたらちょっと一旦ここちょこっとなんですけれども、ここに2目入れていこうと思います。ちょっと小さいんですけれども、今1目入れて2目目ですね。そして布と布の間を通って、次の小さい波のスタートのところに針を出したいと思います。で、次ここなんですけれども、この正外波の模様がこう針目の点々点っていう風ではなくて、実線で描かれているので、自分でここに何目ぐらい針を入れるかっていう数を決めて刺すとやりやすいと思います。で、私はちょっと試してみたところ、5目入れるとちょうどよかったので、ここに5つ入れていこうと思うんですけれども、ちょっとイメージがつきやすいようにちょっと描きますね。このカーブの頂点一番上の部分に1目入れて、で、この上のところに来るまでに2目入れて、上で1つで、またカーブ下がるところで2目入れる。これでちょうど5目入るかなと思います。で、今回私は5つと決めたんですけれども、持ってらっしゃる糸の太さとか、それぞれの針目の長さとかでバランス変わってくるかと思いますので、試しに自分で刺してみて何目入れるか決めていくといいかなというふうに思います。そしたら一旦私はここに5つ入れていきたいと思います。今こんなふうに 1,2,3,4 4つ入れて、最後の5つ目ですね、ここに針を入れるんですけれども、裏面に針を出すのではなくて、布と布の間を通って、また次の小さい波のスタートのところに針を出します。こうですね。
裏はこんな風になっています。この流れでひとまず5つずつ入れながら、この小さい波を端の方まで刺していきたいと思います。今このように端の方まで来ました。で、最初と同じように2目入れようと思います。今1つ入れて、で2目目を入れる時に裏に針を出すのではなくて、布と布の間を通って下の小さい波のところまで進みます。ですね、一応裏はこんな風になっています。そしたら引き続き下も5つずつ入れながら端まで行って、また布と布の間を通って下の小さい波という風に、ひとまず下まで小さい波だけを先に刺し進めていこうと思います。はい、このように小さい波を上から下まで全て刺すことができました。一応こんな感じですね。と裏はこんな風にちょんちょんちょんとあって、この小さい波と小さい波の間は布と布の中に糸が隠れているので、裏目には糸が出ていない状態になっています。そしたらこの次は大きい波、そしてこの大きい波と小さい波の間に中くらいの波を描いていきますので、大きい波と中くらいの波とを引きこのまま続けて刺していきたいと思います。ちょうど糸が終わりましたので、新しい糸で始めていきたいと思います。そしたらここの大きい波から刺していこうと思いますので、ちょっと裏面に3目ぐらい重ねて糸を足していこうと思います。ここの 1,2,3,3 つ目を重ねようと思いますので、それよりも少し離れた位置から針を入れて、布と布の間に針を通していきます。そしてここの外枠の3目に重ねるようにしていきたいと思います。ちょっと糸端は出しておきます。この3目重ねるときは表に針を出すのではなくて、裏の布だけをすくって重ねていきます。そしたら最後3目目に針を入れるんですけれども、布と布の間に針を通して、この大きい波の一番初めのところに針を出したいと思います。そしたらこれからまずは大きい波を刺していきたいと思います。大きい波はこの一つの区切りでだいたい9目入れたらバランスが良かったので、9目ずつ入れていきたいと思います。そしたらここはちょっと半分になりますので、ひとまずここ4目入れていきたいと思います。で、最初の4目にはなるんですけれども、ここの隣の波と隣の波が重なる部分があるんですよね。ちょっとここのこう来たら、ここの最初の波と次の波とで、ここ重なる部分がありますよね。ここは1目どっちかの続きで1目だけ入れるというふうにしたいので、ここでもまず一旦この重なる部分の上の方で3目だけ入れて、一旦裏に針を出して、でここの波と波の重なり、ここの部分に針を出します。裏はこんな風にツッとなってるんですけれども、そしたらもうここから次の波に入るんですが、ここで9目入れたいので、
まあ、バランスとしては一番上のところに一目来ますので、ここ上に登るまでに4目入れて1目、そして下がって4目というふうにしますので合計9目になります。ちょっと今ここ刺していきますね。今この線と線の重なりのところでひとまず1目になりますね。ちょっと分かるように一旦糸を出しますね。今ここで1目ですね。そして頂点に登るところまでにちょっと3目入れます。今ここに3目ですね。そして頂点の部分で1目そしてまた3目で折ります。そして同じようにまたここの隣の波と隣の波の重なりの部分があるので一旦ここのところで裏に針を出してここ1、2、3目ですね。そしてここの大きい波と大きい波が重なっているここの部分、ここに針を出してここ1目ですね。裏はこんな風にさっきと同じようになってます。ちょっと引き続きこの流れで1目がここの波と波の重なりの部分で、その間に3目入れて一番てっぺんのところに1目で、3目で下がってここの重なりのところで1目という、この流れでちょっと一旦刺していきたいと思います。はい、今このように大きい波右から左の端まで刺してくることができました。と表はこんな感じで一つのこの波の部分に9つですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9というふうになっています。でここは右側の波と左側の波と共通の一目になるんですけれども、またここで1、2、3、4、5、6、7、8、9というふうになりますね。そしたら一応裏はこんな感じですね。その下の部分の共通の一目の分がちょっと長く糸が出ています。そしたら今大きい波刺せましたので次は小さい波を刺していくんですけれども、小さい波はこれからちょっと分かるように手書きで書き加えていくことになります。で、だいたい目安でこの波と波の間の部分、ここにちょうど真ん中の位置に線を書き加えていくような感じになります。この端も同じですね。このように大きい波と小さい波の間に中くらいの波を描くことができました。そしたらこの今引いた線を頼りに刺していきたいと思います。と今大きい波の終わりのところに来ていますので、ここに針を入れて布と布の間に針を通して中くらいの波の最初に針を入れていきたいと思います。で、まずここは3目入れていきたいと思います。3目入れたら布と布の間に針を通して次の中くらいの波の最初のところに針を出します。で今度中くらいの波刺していくんですけれども、ここはだいたい斜めでバランスが良かったので斜め入れていきます。
ちょうど今小さい波が5名と大きい波が9名なので、その間の7目7つ目を入れていこうと思います。と同じように一番上の部分に1目くるので、それまでに3目入れます。今 1,2,3 入れたのでここで1目、そしてカーブ3目ですね。今ここで 1,2,3,4,5,6 で7つ目ですね。最後の目に針を入れるんですけども、裏面に針を出すのではなくて布と布の間に針を通して次のところに行きます。このように引き続きさっき引いたガイド線に沿って7つずつ目を入れながら中くらいの波の模様を刺していきたいと思います。今このように中くらいの波も左の端から右の端まで刺してくることができました。今最後の3目を入れているところです。でここで最後の3目目を入れて、ちょっと難しいんですけれども布と布の間を通って下のこの大きい波のスタートのところに針を出していきます。でもしかしたらこの最初に小さい波を刺しているので、ちょっとね針の間に通すのが難しいかもしれないんですけれども、もうそういう時はちょっと裏に針が出ても、結構裏に針目がたくさん出るのであんまり目立たないかと思いますので、まあ、気にせず進めていこうと思います。ですね。そしたらまた同じように大きい波を刺して、こっち戻る時に小さい波をガイド線引いてから小さい波を刺すという感じですね。まあちょっとここが半端なサイズになっているので、ちょっとここは3目3つ入れたいと思います。2つ入れて一番上のところで3つ3目目ですね。ちょっと見えづらいんですけど、1,2,3でこのちょうど一番上のところですね。そしたら下に下がるときに、大きい波なので、ここにまず3つ入れます。そして一番下の部分は隣の波とこの波と波の共通の1目になりますので、ここで1目。また同じ流れでちょっと大きい波も刺していきます。今2段目の大きい波も刺せて、次、下に下がって中くらいの波を刺すんですけれども、もうちょっとすでに今ガイド線は引いています。そしたら同じように大きい波の終わりを刺すんですけれども、布と布の間を通って下の中くらいの波のスタートのところに針を出します。そしたらここはですね、本当だったら7つ目を入れたいんですけれども、目の途中になりますので、ここ6入るようにしていこうかなと思います。ちょっとこのカーブの一番上のところまでに 1,2 入れて、ここで1目ですね。で残り3つ入れていきます。そしたらまたこう小さい波の中くらいの波の終わりと次の中くらいの波のスタートのところまで布と布の間に針を通してます。でまたここは7つ入れていきます。
このように今2段目の中くらいの波の終わりのところに来ています。でまた同じようにですね、下に下がっていくんですけれども、裏に針を出すのではなくて布と布の間に針を通して、次は3つ目の波、あの大きな波のところ刺し始めに入りたいと思います。それでは引き続き同じように大きい波を刺して中くらいの波を刺す、そしてまた下に下がって大きい波を刺して中くらいの波を刺すという、この流れで下まで全て刺し進めていきたいと思います。このように完成することができました。と表はこんな風になっていて、ちょっと近づけるとこんな感じの模様ですね。で裏面はこのようになっています。と表を刺した時に大きい波のこの波と波の重なりのところですね、ここが裏面では少し長く糸が出ているというような感じになっています。で今回私が使った糸は湯沢屋さんの刺し子糸の120番黒を使っています。このこちら糸は、外枠と中の模様とで全部でだいたい約9メートルぐらい使用しています。で今回私はこの波が2本の正外波のアレンジとしてこの模様を刺してみたんですけれども、これを考える時に私はあのフィンランドのマリメッコをイメージしてちょっと作ったんですよね。でマリメッコの中のスオムっていうシリーズとロッキーというシリーズがあるんですけれども、ちょっとね画像を貼ることができないので、興味がある方はマリメッコスオムとマリメッコロッキーっていう風に検索してもらうと多分画像が出てくると思うんですけれども、その中でもマリメッコスオムっていうあのデザインの方が鱗の模様になるんですよね。でその鱗とこの正外波がなんか似てるようにできるんじゃないかなと思って今回このデザインにしてみました。それで私はマリメッコをイメージして今回黒の糸を使ったんですけれども、まあ、正外波この波の模様がこう上を向いてますけれども、これをちょっとくるっとひっくり返してみると、まあ、近くよりちょっと遠目に見た方がいいですかね、少し鱗のように見えないかな、どうでしょうか、なんかこうしたら鱗っぽく見えるかなと思って今回はこのアレンジをやってみました。で私も、この今回これ3本でアレンジしてみたんですけども、その前にどんな風にしようかなっていろいろ考えて、最初はここの3本の間にさらに線を加えた5本でちょっとやってみたんですけど、5本になってくるとちょっと汚い感じになっちゃったんですよね。でまたこの真ん中に1本付け足すのではなくて、真ん中に2本入れて4本の波になるようにやってみたんですけど、それもちょっとあまりバランスが綺麗に取れなくって、最終的にはこの3本の波でアレンジするっていうのに落ち着きました。とかな、まあちょっと北欧デザイン風に見えてたらいいなと思うんですけれども、で今回私は黒一色で刺しましたけれども、例えば赤とかピンクとか水色とかそういう可愛い色で刺してもいいかなと思いますし、なんか赤ピンク黄色赤ピンク黄色みたいな感じでちょっとこの波がグラデーションになるように刺していっても可愛いかなっていうふうに思います。よかったら皆さんもこの、まあ、北欧風アレンジというんですかね、このアレンジの方法もよかったらやってみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。私のチャンネルではこのように手芸に関すること、最近では主に刺し子に関する動画をアップしています。これからもいろんな手芸やものづくりに挑戦していきたいなと思っていますので、興味がある方はぜひチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。またこの動画がちょっとでも良かったよと思っていただけましたら、この動画を閉じる前にグッドボタン、いいねボタン押していただけますと今後の動画作成の励みになりますので、グッドボタンで応援もどうぞよろしくお願いします。またご意見ご感想などお気軽にコメントください。いつも楽しく読ませてもらってます。ありがとうございます。それでは最後までご覧いただきどうもありがとうございました。